まあでも、なんかソロのランクっていうより、クラッシュ出てほしいよ、クラッシュ。CR カップのジャスの配信覗いて思ったんだけど、ジャスの配信でなんであんなゴミみたいなのが湧くのか意味がわかんねえから、最も黒に近い黒、闇に近い黒になると思う。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よいしょ。こんにちは。ヨルカス V チポチョポチョポ。何？ちょっと待って。日本語読めない。ヨルカス V スポチョポコポ。チョコポコ。早口言葉かな？ヨルカス V スポチョコチョコ増えてきてるで。誰がやってんの？ V スポの。誰がロリやってんの？アスミとミミタヤ。あ、ミミタヤって言われるとわかるわ。アスミさんがわからないな。馬盗んだ人。誰もが全員盗ってるから誰がわかんねえよ。アスミセナって呼ぶんだ、これ。ウルパンはやんない匂いするけどな。ウルパン俺単純に好きだから、やってほしいんだけど、あの人ね、多分責任を感じるゲームしない。切れるとか多分しないよ。ウルパン。じゃあ多分君たちが求めてることになんないよ。多分責任に押しつぶされて死んでいく。まあ、V スポの誰かがやり始めたってのはでかいね。V スポなんで流行ってくれたら嬉しいじゃん。どれ、どうその録画とかあんの？見たい、単純に見たい。やっとるわ。やっとるやっとる。あかり OTP！なんでそんな癖ありなことになった？集団戦見てみたいな、集団戦。44分試合の43キル35です。何これ、これ何、何が起きてるの？しかも敵がバロン取ってるし。どりゃ。魔王界のルートがクソいい。あー、ボックスやってんのこれ誰？これね、俺ね、名前見なくてもわかるんだよね。ウルカか河川でしょ。完全予測だけど。AP 車庫とかね、やるような、そういう性格の持ち主って、ウルカが河川しかいないからさ。なんか TP してる。えい、ー、めっちゃ、あーうまい、ラックスうまい。それ TP させてたら多分終わってたな。うまい。一旦ファームするって、これ河川さん？河川さんだろうな。きしょ、きしょすぎるだろ。フィードした時の心得。ルカス、俺もちょっとプレシーズンになったら参加させてもらおう。まあいい流れなんじゃない？これは素晴らしいんじゃないでしょうか。嬉しい、俺としても。俺はソロ Q に潜ってソロ Q を浄化することに力を割いた方がいいかなって俺は思ってる。だって夜のカスタムなんてやってるの前からだしさ。それで新規が増える動きってもうずっとあるんだよ。ずっとある、そんなもんは。釈迦さんにライオッター貼り付かせてソロ Q リアルタイム浄化版配信しようってライさんが言ってた。何の意味もないそれ。スナイプばっかりなんだから。何の意味もないマジで。有名人に貼り付くやつが今問題なんじゃないんだって。有名人と関係ない普通の試合がゴミなのが問題なんだって。釈迦さんにソロ Q させたいと目的だから。あー、そっちね。なんかやんないもんだと思っててそっちの線捨ててたな。あの人がソロ Q すんのか。だって釈迦さんなんかで言ってたけど、ランクを上げることに快楽がないんだって。人とやってて真面目な雰囲気になるのとかが好きなんだけど、個人的なそのレートみたいのが上がることには快楽がないって言ってた。だから例えばノーマルとかでも真面目な雰囲気になってみんなで真面目にやったらめっちゃ面白いっていう。俺ノーマルでもめっちゃ真面目でもランクがないと俺思んないんだよね。俺それですごいと思ったのが、よくあんな配信できるねって。俺はロル配信がこんなにできるのってランクシステムのおかげなんだよ。ロルが好きっていうよりランクシステムが好きなんだよね、俺は。だからちょっとそういう違和感があったね。
多分ね、一番ゲームがね、楽しめる人種じゃない。まあでも、なんかソロのランクっていうより、クラッシュ出てほしいよ、クラッシュ。そう、トロキュー10戦やって、クラッシュ行ってほしい。クラッシュの時のコメント欄を、スタンプオンリーにして配信しよう。CR カップのジャスの配信覗いて思ったんだけど、ジャスの配信でなんであんなゴミみたいなのが湧くのか意味がわかんねえから、よくジャスの配信でなんか指示込みみたいのする気になるなと思って。すごくない？メンタル。見たタイミングが一番荒れてた時なのかもしんないけど、ジャスパーだよ？ FPS ジャスパーだよ？お勉強配信してとかじゃないんだべ、別に。ソロレディアントだよ。すごすぎるだろ。だからクラッシュとかはね、もうすごいと思うよ。ロルクラッシュ最大手社会配信はマジですごいことあると思うよ。俺はそれは楽しいだけあれ。どんな方向に行くのか。頑張れー。あ、惜しいには絶対ならないから。最も黒に近い黒、闇に近い黒になると思う。多分ね、楽しいことになるからやってほしいな、クラッシュは。まあ、夜深すはいつかちょっと行かしてもらうわ。プレシーズンはちょっとカスタムして俺も遊ぼうかな。ライジンがゲマゲマの配信時間チェックしてたみたいな、見てねえよ。何目線だよ。ちょっとそれ持ってきて。最近ゲマゲマ配信してる？ゲマゲマっていうかメンバー配信時間どうなってるんだろうな、マジで。配信時間チェックするか。アナキさんだね。4日間空いて。でも忍者4日間とか空くんだ。そのイメージじゃないな。アスパナセ。これはすごいな。だってジャス、まあでもなんかダンスやってるのか。おお、あまりにも遊びすぎだと思うんだけどね。でも、ジャス今いくつだっけ?23?もう 3? 3か。23になるのね。まあ23歳遊ぶか。23は遊ぶ。俺もそれでいいと思うよ、あれ。別にいいと思う。春さんはね、めちゃめちゃ少ないイメージがある。思ったよりやってる。思ったよりシャルシ短い意味じゃないよな。偉いな。モデルの菅原優也さん。まあ、でもなんか菅原優也さん、マジ忙しいらしいからな。多分、ね、配信時間がマジで短くて、多分見るのがむずいんよな。まあ俺ばらけてるしね。マジで忙しいぞ、あいつ。まあ、多分ジャスの3倍は忙しいと思う、俺。とか、お前が言うから俺が誘われなくなるんだよ。だから誘われたくなるんだよ。別に忙しくない。別に遊ぼうって言われば遊びます、私は。ライさんがミュージックビデオ見てはるのは見ました。ちょっと待って。あいつ何でもバカにするやん。ライジンと見る菅原優也さんのミュージックビデオ切り抜きいいっていいって。ちょっと待って、方向性だけ見ていい？めっちゃ褒められてるかもしんないから。あ、音消してみたんだ。ちょっと待って一回止めるね。なんで笑っとんだこいつ。何がおもろくて笑っとんだ。ちょっと待って、何がおもろくて笑っとんだか、ちょっと一回見てみようか。開幕でおもろかった。なんでだ、なんでだ。見やがんねえ。開幕でおもろい。何がだっつってんだ。これ別に音声なくてもおもろい。音声がないからおもろなってんのじゃ。曲を聴けっつってんの、ミュージックビデオなんだから。悔しい、マジで。あー、マジで顔面プラダにしてやろう。俺こういうやつに負けたくねえんだわ。この雷神とかいうやつ。くっそ。まあ友達っていう感覚がなくなるぐらいの演技力を身につければ、ね、俺がまだまんまの優也だからさ。俺は面白みがなくなるぐらいまでいったらもう俺の勝ちだな。くっそ、悔しい、マジで。ああ、マジで悔しいな。